戦場処理者チーム、特等兵コーネリア、命。命令を伝えに来た。チーム08の指揮官、直ちに行動を中止し、コーヒー屋に戻って待機しろ。命令を拒否するのなら、しかるべき措置を取る。指揮部の総サーバーに侵入し、極秘データを閲覧するのは重罪だ。本テーマの非秘密保持環境での討論は禁止されている。これ以上喋るなら実力を行使するほかなくなる。直ちについてこい。お前を殴りたくはない。戦う覚悟を決めた以上、迷いがあってはなりません。終了。次の予定は何でしょうか。店長、コーネリアと作戦案立てましたか。私にできることがあったら教えてください。これ以上誰かが傷つくのを見るのは嫌です。もたもたしている暇はありません。私から提案があります。沿岸防衛用電磁銃を使ってそれを破壊してみては。それは無茶しすぎじゃありませんか、部下。
壊したらまた直せばいいでしょう。奪われるよりマシです。目指すため長い目で見ていきましょう。ディーゾベイ、敵です。早く店長に報告しないと。電磁銃の射撃範囲は20度しかありません。 XR アイリー、私が飛び出したら急いで砲座を回してください。どうして自分から身をさらさなくちゃいけないんですか。店長、射撃できるチャンスをもう少し。
では間に合いませんよ。戦う覚悟を決めた以上、迷いがあってはなりません。激圧転送装置いつでも動かす。早く。今さら何を言うつもりですか。
私には何も言う権利はない。私は傭兵で実行者だ。もともと道具だった。指揮部は海で敵と遭遇した。次の作戦は明日まで延期する予定だ。私をここに連れてきて姿を消したんです。海水浴場のチケットです。アイリーンから無理やり押し付けられました。何も。それであなたはここで何をしているのです？待ち合わせ？二人きりで何をする気ですか？別に知りたいわけじゃありませんから。どういう意味ですか？ちゃんと説明しなさい。説明しなさい。言われると一理あるような。今にして思えばアイリーンの様子がおかしかった。泳ぐ？水着持っていません。え？こういうところの店は高いでしょ。なしにプレゼントですか？そんないやらしい指揮官は知りません。ご冗談を。小学生の頃にはすでに試合に出ていましたよ。ええ、トライアスロンの種目がありましたから。普通の学校ですわ。なんでしたら私と勝負してみますか？飛行機から海に飛び降りましょうか。真面目に言っていますよ。雪を眺めるためにこの島に来たわけではありませんよ。その瞬間になると公園のアンズの木で過ごした
花のような夕暮れ、手紙から漂う口なしの香り、そよ風が吹く朝が王冠をつけた妖精に奏でた。彼ら二人しかわからなかったワルツが一気に彼女の心に押し付けてくる。しかしあのようなことは起こらなかった。よくわかりました。後から見ると潮に連れてこられたように見えます。大爆発で町が半分破壊されても分かってるでしょ。本当は彼女とデートしたかったんじゃないですか。優しい言い方ですね。準備はできたか。これは持っていかなくてもいいのか。あら、店長にコーネリア。どこに行くんですか。そんな顔しなくていい。彼ならすでに本当のことを知っている。そうですか。
術は始まった？はい、始まりました。そう、状況を報告して。状態は良好です。体の異常も特にありません。ムカは？ムカは体調不良で休みを取っています。ムカも辛いみたいね。そう思います。私私は彼と出会ってしまったのでしょうか。彼は本当にいい人なんですよ。最後まで誰かを責めることは。だから私はこの手術をやめるべきだと思います。お嬢様、私は一生この罪を背負っていくんでしょうか。これは私が一人で背負うべき罪。すべて私のわがままで起きたことなんだから。お兄ちゃんを生き返らせたこと、いろんな機関から目をつけられ始めたわ。再構築技術はまだ世界で試されたことすらない事例。危険な技術なの。この技術を密かに狙って恐ろしい計画を企んでいる奴らもいるわ。外部に漏れているこの情報を全て。アイリーン、これ以上は話せないわ。私は可能な限りみんなを守りたいの。お兄ちゃんのように。泣かないでよ。じゃないと、じゃないと。戦術ターミナル、権限リセット完了。末梢神経系、パルスパージ完了。海馬体ディアクティベーション完了。情報再構成リンク、ロード中。ロシ軍事兵器、開発グループ。戦場処理者部隊、指揮官情報システム。ようこそ。もしもーし、生きてますか？目を覚ましましたね。私のこと覚え。そういう言い方、いいこそ怒りますよ。ここはどこなのか分かりますか？意識は問題ないようですね。自分の名前を言ってみてください。自分の名前を考え出すのにだいぶ時間がかかりましたね。アイリーンとムカたちはコーヒー屋で待っています。Thank you.
く頑張りましたね。いい